セルゲイ・バディモビチ・スティパーシンは、ロシア連邦の政治家。ボリス・エリチン政権にて第四代ロシア連邦首相を、務めた、法学博士。ロシア法律家協会共同議長。1952年3月2日に、中華人民共和国の旅順にて、ソビエト連邦海軍軍人の家庭に誕生する。1973年、レニングラード内務省高等政治学校を卒業。 国内軍特殊部隊勤務を経て、1981年、V.I. レーニン名称軍事政治アカデミーの教官となる。論文、大祖国戦争中のレニングラード火災における等の指導制で歴史学博士候補の学位を取得した。1990年4月、ロシア人民大議員に選出され、ロシア最高会議国防を治安委員長に就任する。 1991年から1992年まで、連邦保安局サンクトペテルブルク市、レニングラード州局長。1992年から1993年まで、保安省サンクトペテルブルク市、レニングラード州局長を務める。あとに、保安第一次官、ロシア連邦防衛要庁、第一次官に就任。1994年2月に、FSK 長官。 あとに、ロシア連邦保安庁長官に任命される。1994年12月の第一次、チェチェン紛争では、ロシア軍の侵攻を積極的に推進した。1995年6月、チェチェン武装勢力による人質事件の責任を取って、事件後、FSB 長官を辞任した。しかし、その後も1997年から放送。 1998年から内務大臣を務め、エリツィン政権では一貫して治安維持を担当した。1999年5月、プリマコフ首相解任に伴い、治安維持畑での経歴を買われて首相に任命される。しかし、当初期待されたほどにエリツィン及びファミリーと呼ばれたエリツィン一家、政将、側近を守ることができないと判断されたため、8月に、 解任され、公認には FSB 長官のウラジーミル・プーチンが選ばれた。以後はエリチンに対して批判色を徐々に強め、1999年12月の下院選挙では、ヤブロコに加わりサンクトペテルブルク小選挙区から立候補し当選した。2000年4月に会計検査院議長に任命され、二千十三年九月二十日まで務めた。また二千八年から、 呂日経済協議会代表を務めている。レンタ、RU、2013年12月7日閲覧。2013年12月7日閲覧。ありがとうございます。